実は私、東京でとある会社を経営してまして、従業員数です。ここ数年の景気の悪さが一時経営そんなだが、その候補というのは候補今日列の途中じゃったのにお客さんば乗せて。ああうちご迷惑をかけ、よかったよかった。そうよかよ、これも車。いやそう、天神交通の場所はわかると。わかりました。そんじゃ頼んだけんね。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとな。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ボス。そうね、そうね。大変やなかった。ええ、まあ。いやー、助かったばい。そうでした。でけ。いえ、今回。鈴木さん、相変わらずシリアスやね。ま、本当に申し訳ありません。それじゃ。ちょっと夜。ああ、仕送りんことね。いつも急。ええ。そういや。いや、家族っていうわけでもないんですが。ま、あんまたち。俺は鈴木さんがもっと稼いで。お気遣い。だけんくさ。まあ、よかて。とりあえず給料日。じゃあ俺は先に行っとけ。わかりました。
鈴木さん。社長。振り込みは？ええ。さあ。社長。いや。そう。はい。そりゃそうと長洲には慣れたね。ええ、まあ。困ったことがあったらちゃんと相談せないけんよ。博多もんは情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか。そうやね、まあなんちゅうか勘ってやつばい。勘？うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うたけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺はまああんま褒められた態度やなかったね。ばってん30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかって。やけんお前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。チコーッと頼りなさそうに見えるかもしれんばって。社長ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。んじゃ今日は思う存分付き合ってもらうばい。はい。おお、ここばい。花緑、まずは博多名物水炊き箱や。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どげんやった鈴木さん。ええ、さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく。そうね、そうね。あ鈴木さん、結構かま、何はともあれ、口に覆ってよかった。それはありがたいんですが。はい。うわ。さあ。ん？おお、姉ちゃん。こげ？そう。そげんといらんよ。ダメ。だけ本当に大丈夫？おい、貴さんだ。ああ、おっさん。貴さんだ。説教やったらで。うわ。そこまでだ。ああ。とりあえず財布は置いといてくれりゃ許しちゃうけん。金ば。ナンパはお前らの勝手だ。だが、おっさんがナンバ行きが。
って。余計な詮索はするもんじゃない。了解。強かねえ鈴木さん。たまたま。ふん。屋台で飲むのは。そうそう。長洲で飲むんやったら腹満たし。そうですか。さあ、それじゃ。しかし、こげんして屋台に来ると思い出すね。ええ。シック。鈴木さん。何があったんかは知らんばって。お恥ずかしい。いやー、そげんこつなかよ。そんな。だけん俺は鈴木さんばった。ね、仲間。そう、仲間ばい。真面目に生き、俺も向か、でも、俺、人間は一人じゃ絶対。社長、あん会社は俺にとって、やけん、鈴木さんもそげん固く。はい。なんか辛気臭い話になってしもうたばい。おやじさん、はい、あの社長、うん、鈴木さんも、はい、いや、なあ、はい、で、気に、なんだ、反対、あ、もったいな、そうでしたっけ、顔はよ、は。うん、は？な、いや、うん、いや、はい、ええ、よし、え、社長、いや。大丈夫大丈夫今日わかる。タクシー仲間から聞いたと思ってこ、この店、うん、いや、2名様でいらっしゃいますか。おお、この店、それではご指名ということで。お金は払わん、フリでよか。待って、お客様、すいません、お金はちゃんと、はあ、なんや、せから Time!
Yeah.